中リスです。みなさんこんにちは。今日はですね、私のもうご覧ください、すごい光景が目に見えていますよね。ここはパラレルワールドですかみたいな感じなんですけども、皆様に今日は私のですね、事務所ですね、第二の別宅です、秘密の別宅を皆様にちょっと今日はですね、ルームツアーをしようということで、本当にね、ずっと大変長らくお待たせいたしましたということでですね、全然ね、もうずっとね、だらだら撮るのを忘れてたわけ。でもね、だんだん部屋っぽくやっとなってきたので、ちょっと皆様にお見せしたいと思います。最近ね、このね、裏ピースがね、韓国で流行ってるらしい。もうこれ古いらしいよ。これそうなの？そうだよ。機械だもん待って、こうじゃないから、こうだから。スパイダーマンじゃない。今日のこと違います。今日の衣装はこれ。今日の衣装はですね、この見てください、私が唯一持っているこのカシウェアのですね、セレブと言ったらカシウェアのバスローブじゃないですかということでですね、バスローブの方ですね、しかもちなみに買っていただきましたよ、私過去。はいはいはい、覚えてらっしゃいます？いつ買っていただいたの？いつでしたっけ。なんかいろいろ買わされすぎても脳内麻痺を起こしてます。これは、はい、あれですね、ホワイトデーです。ホワイトデーか。そうです。そうなんですね。セレブなんですね、テーマ。そうです。今日はテーマはセレブ、対抗するんですよ、防具の。大変セレブなルームツアーにちょっと対抗して。私はね、もうあれに匹敵するぐらいのね、ルームツアーを今日は皆様にお見せしちゃおうという。防具すごい闘魂注入かと思ってました。私も猪木さんを演じて。どういうこと？はい、すいません。違います。違うか。ちょっとジェネレーションギャップが起こるんで、ね、私もこちらのチャンネルは、ちょっと年齢がちょっと違うじゃないですか。はい、ターゲットがね、っていうことで。はい、今からルームツアーを開催したいと思います。まずですね、こちらは玄関になります。皆様、何畳ぐらいの玄関ですかね。だいたい1畳半ぐらいですかね。危険カメラ持ってこいよ。危険カメラ光学レンズにしてくれよ。光学レンズにした方が良かったかもしれない。ごめんなさいね。玄関でこの感じるこの壁紙ですね、こちらは何だと思いますか皆様。え、ゼブラですね。ゼブラクイーンです。私と言ったらやっぱゼブラクイーンじゃないですか、代表作。まあ、いっぱいありますけど、ゼブラクイーンがやっぱり皆様の印象にすごく残っているんじゃないかという。ちょっとリスト見せていただいて、ゼブラクイーン。いいよ、全然踊れる今。ゼブラクイーン、そうなら、私は。大丈夫です。そんなの本当にマジで。はい、こちらはゼブラクイーンといったら中リーサっていうイメージだけど、中リーサは白と黒ではないよねっていうことでですね、やはりこのピンクとブルー、こちらはですね別注じゃないんですけども、まあ、壁紙ですね、壁紙をこれは楽天で中レイナさんが探し当ててですね買いました。すごい。これを何メートル何メートルって測って、これはちゃんと楽天の方で購入いたしましてですね、やっぱ楽天って結構変化球系多いから、楽天でこちらの壁紙を買いましたっていうことでですね、はい、まずですね、玄関入ったらこちらにご注目ください。これは何ですか、読んでください。こちら Pleasant to なんかリスです、丸 For passing 10000.0000 subscriptions100万人のこちら記念像になっております。もうすごいね、ゼブラにね、もうこれ見て、ヒョウ柄に、こちらはこれ10万人ですね、50万人はレインボーということでですね、本当にすごくないですか。すごい、すごいですよね。100万人行くことを諦めて一回それこれフォトショップで書き換えてさ、もらったことにすれば、いいですか。一回言ったことにしていいですか。炎上して50万人減ったってことにすれば。そう。もう中行きましょうか。こちらがですね、洗面所になっておりますね。こちらは赤いルームになっております。これ見てください、すごい、全部天井まで赤、すごい海外っぽくないですか。もうここだけ見たらさ、もう完全にさ防具じゃん、アシリアキースじゃないこれ完全に。違う？こちらはですね、縦型洗濯機ということでですね、レイナちゃんがね、これを勝手に貼ったんですね、RE ドットのステッカーと、そしてこちらが、おかかのステッカーですね、こちらを貼りましたということでですね、やっぱりさ、赤っていいよね。いやー、すごいね、なんか確かに。洗面所って別に赤ってある必要ない。何ですか？風水を気にされてるんですか？いや、なんか、別に白でもいいんじゃない？なんでですか？赤ってすごく気に入ってますよね、れいちゃん。はい、そうです。れいちゃんが急に登場しましたけども、ね、いや、前が長いから、もう全然
こちらは、はい、リビングになります。リビングルームです。ご覧ください、こちらです。どうぞカメラマンさん、ウェルカムトゥ接近接近ご覧ください、こちらの花柄のどうですか。知らないし違うって。でもこちらはですね、皆さん何の壁紙だと思いますか。こちらよくよく間違い探しです。これここにねヒントが隠されているんです。この壁紙の中にヒントが、何だと思います。この壁紙にヒントがあるんですね。こちらです。 GUCCI ということでですね、私と言ったらグッチ先生じゃないですかということで、こちらのグッチの壁紙ですね。やばくない、これをこの一面全部、やっぱねこれ私の夢だったの。こちら看板にゃんこの困ったさんですけども、にゃんこ先生よろしくお願いしますということで、もうえ困ったにね、見てもうさ、めぐっちゃっぽくない。もうこれで防具決定でしょ。これ完全に防具ジャパンじゃんねえ。ちょっと待って待って、ちょっとはい、ということでですね、こちらはグッチの壁紙になっております。そしてですね、注目してほしいのがこれです。やっぱりこれがグッチだったということで、これ何だと思います。やっぱりグッチにさ合わせると言ったら何だと思います。インテリアもグッチ縛りかと思うじゃないですか。皆様ご覧ください、じゃらーん、見て下、これね姉ちゃんが塗ってくれたの。しかも何のテーブルを塗ったと思う。これレイちゃん発表してください。 IKEA IKEA です。すごくない？すごい。 IKEA をねこうやってねペンキ買ってきてくれて塗ってんの。え、どういうこと？塗ったのにかけて塗る必要がないじゃん。いや違うの、見て汚いのここ塗り方上手だったんだけどさ、なんか剥げてきたの。この間ね来客があったんでね、これちょっと大至急こうやってかけたわけよ。でもさ、これでもさピクニックっぽくない？なんか可愛いじゃん、なんかなんか近所の洋食屋さんとかもありそうな洋食屋さんじゃない。そしてですね、こちらです。これ超ね高級椅子です。これはねカメラマンさんのねお母様もねこれ大絶賛でした。そうなの？ビトラの椅子買ったの、すごいって言って、可愛いよねって言って。座り心地どうなの？どうレイちゃん、え、なんかフィットする、うん、なんかお尻にフィットって感じ。ご飯だよ、ぴったりぴったり。座り心地良くないでしょ。でも私たちがいいのが好き。これも可愛い。これもそういう高いやつ。これも高いやつ、ちゃんとしたやつ。これこれの方がちょっとお尻がこう広いから、ケツデカ星人も大丈夫。すごいね、赤に黄色に青に、すごい可愛いでしょ。皆様まだまだですよ、はい、ここの部屋です。これ多分みんな大興奮すると思う。女子の夢のウォークインクローゼットにしました。これ本当は普通の部屋なんだけど、それを改造してウォークインできるようにクローゼット状態にしたので、皆様カモン、呼び方出せんカモン。なんで見て、ご覧ください、宝の山、夢の部屋です。てーるんてーるんてーるん、イエーイ。上から下まで私の爆買いの歴史がここに詰め込まれている。どん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 歴史が歴史がすごいのよ、歴史がすごいの。ほら見て、すごい歴史山盛り。すっげえ、れいちゃんこれ最高じゃない。しかもね見て、このね、あの板も別注でピンクにしたの。やっぱりこれ白だったらすぐできるって言われたんだけど、このさ、やっぱ白じゃないじゃん。このさ、見て、壁紙もね、キラッキラなの。ほら、キラッキラ。輝きたんしたん。ほら、夢の部屋じゃない？女の子だったらさ、これ絶対良くない？憧れだよ。あ、見てよ！かわいいかわいい、キティちゃん。キティにキティ。しかも見て、皆さんちょっと言ってなかったけど、これもね、キティなの。健康サンダル。これすごいいいよ。ドンキホーテに売ってたんだけど。そうだね。昔流行ったもんね。そう、すごいこれがいいの。見て。ちょっと一回、ランウェイしたいから。はい、お願いします。TGC。どうですか？どうですかってなんだよ。なんだよ、TGC って。東京ガールズコレクション。東京ガールズコレクション。ごめん、まだ私はもうハリコレじゃない。卵かけご飯。違う。よくわからなくなっちゃった。
メット柄、メット柄。あ、メット柄だ。私はメット柄だ。TGC じゃない、メット柄レベルだ、私は。メット柄にお色直しして。ちなみにですね、こちらのブルゾンはですね、フィットネストレーナーのあやさんにこれはいただきました。バレンシアガのパンツを着て。待って、汗びっちょびちょなんです。熱いんだってこれ。ほんとにいい加減にしてよってぐらい。見て、中リーサの夢の国っていうことでどうですか皆様。すごいね。でこちらもですね、いっぱい私の歴史が、すごい歴史がいっぱいあるんですね。すごい歴史があるんですね。どう思います皆さん。なんでこれがある。え、なんでこのさ、ブランド、なんでこれが。やっぱりセレブといったらプールじゃない。むしろ汚くない。何泳いだりするの。泳いだりしますよ、当たり前じゃないですか。やっぱりこういうところに来たら一番のお気に入りを聞くべきじゃない。一番高いものとかも知りたいよね。あ、一番高いものですか、うん、こちらですね、ご覧ください。何これ。え、これどこへ。シャネル先生です。これはトカゲくんも生まれる前です。結婚もする前でございます。一人で初めてちょっとだけいいお給料が入った時に初めて銀座のおシャネル先生のに行って、こちらをね、初めて買ったの自分で。奮発して。多分ね、ユキチが65人とかだった。それを珍しくな、私が黒買うの。その頃ね、やっぱりね、シャネルと言ったらさ、長く使えるって、今もそうだけど、一瞬派手だと思わなかったの、自分のこと。いつか落ち着くって思ってたのね、その頃は。だから黒とか普通にお召しになると思ってたんだけど、昔よりおかしなことになってるよね。完全にね。昔よりちょっとおかしいな。年々ね。そう、年々おかしなことになってるじゃない。じゃあ一番よく使うバッグはどれなの。一番よく使うバッグはやっぱり、これ、この2つ。これはね、すごいね、カラフルで可愛いんだけど、こうなってて、しかもね、中もこうなってんの。これさ、覚えてる？池袋のルイ・ヴィトン、うん、覚えてるルイ・ヴィトンにプラッて言ったわけよ。そしたらね、これがラスト1個売ってたので、これ結構ね、あのもうプレミアっていうかな、あんまりほら量作ってないから、もうここで買わないと私多分もうこの子と出会えないと思ったからさ、速攻買ったよねこれ。あとね、いっぱいね、台本も入るから、やっぱ女優だから私っていうことで、こちらは結構使っております。ということで、もう一つお部屋がありますよね、お花の扉ということで。皆さん、じゃあこっちから、ゲストルームから、テーマは任天堂ワールドです。よろしくお願いします。どうぞ。はい、こちらご覧ください。こちらゲストルームになっております。皆さん何だと思います。こちらソファーベッドですね。覚えてますか、カメラマンさん、このソファーベッド。いつ使ってたか覚えてますか。これ最初、一人暮らししてたんですか。そうです、よく覚えてますね。その時のものとはおさらばして、この間、買い物の達人で、これが当たったの。もう私がね、すごい美声を発して、あのね、ゲームに勝ったわけよ。それでこちらをね、購入することができたの。こちらはですね、はい。先ほどのあの看板猫のですね、キャットタワーもございますね。いやー、ドリーミー。オスなのに、思考回路が、ショート寸前の感じの匂いがしませんか、こちら。セーラームーンの。ちょっと、なぜかこういうのか。これ何これ。困ったのお気に入り。あ、コマちゃんのこれお気に入りみたいです。何だめ、ハンマーヘッドシャークか。そうそうそう。何をそうそう。はい、こちらはですね、まあ普通にあの勉強机と、こちらをご覧ください。はい、普通のあのテレビです。これで多分ね、 YouTube でね、このテレビの組み立てを撮ったよね、うん、前撮ったと思うんですけども、ちゃんと組み立てれておりますっていう証拠動画でございます。また壁紙も、すごくない。これはでもね、塗ってるの、壁紙じゃない。これはオレンジと、あとこのブルー。やっぱこう任天堂っぽくない？なんかキノピオっぽいじゃん。任天堂ワールド。ワールドみたいな。ユニバーサルスタジオジャパンです、ここは。疲れないんですか？疲れないです。落ち着きます。当たり前じゃないですか。ゲストにもやっぱり落ち着いていただこうということで。落ち着かないよ。いや、ゲストルームなんで。あ、落ち着きません？こちらは。もし泊まりに来たい方がいらっしゃったら、ぜひよろしくお願いします。誰も来ない。来るに決まってんじゃん。何言ってんの？ありがとうございました。何？え、まだだよ。一番すごい部屋を、あなた。ええー。聞いてないでしょ、一番すごい部屋を。ここですよ。一番、ボス部屋。ねえ、レイちゃん。これは皆様、こうご期待でございます。いきますよ。3、2、1。テレレ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 レ
さんから。はい、どうですか私の青春。浜崎あゆみ先生、アイラブ大好き。懐かしい、なんかこれ見たことある。これ大好き、あゆ。このヒョウのあゆ、デューティーのあゆです。デューティーの、そしてレインボー、これのね、レイちゃんこれ知ってるでしょ。知ってる。これのアルバム。そしてですね、こちら私のですね、編集ちょっと疲れた時に仮眠っていうか、まあこれもゲストルームになるんですけども、これは何ですか。ポムポムプリンですね。こちらはですね、ドンキホーテの一番くじで、こちらは全部引き上げました。そしてこのポンポンプリンを広げるとですね、はい、ご覧ください。もう舞浜に舞い戻るんですよ。多摩センターから急に舞浜です。舞浜に行ってからの、はい、こちらはですね、カシウェアですね。先ほど着てた私のバスローブです。バスローブのあのブランドなんですけども、こちらから本当にね、あ、もうアシリアキーズになりますよね、ということで、はい、普通です。普通にアマゾンで買いましたということで、なんかぐしゃぐしゃになってますけど、こちらはですね、舞浜ですね、ということでですね、最近ね、カメラマンさんがなんかちょっと頻繁にね、整体のね、施術台にさせされてるということで。これはちょっとどういうことかな。急にもうこれがポンと置いてあったわけ。で、さっきレイちゃんにさ、なにこれ、待って、え、こういうことじゃんと思って、なんかさ、面白くないさ、観光スポットの顔はめじゃんね、これ。こうやってよだれめちゃめちゃになる。最悪じゃん、本当に。ずっとシーツよだれめちゃめちゃ。意味わかんないからね。で、ここでね、私は編集もしておるんですね。こうやってね、これ見て、これも一番くじで当てました。こちらもですね、そして見てください、私が一番大好きな109の、見て、渋谷109のこの本。へえ、これおしゃれ伝えでゲットしたの。可愛くない、うん、ほら、昔の懐かしいファッションとかがブワーって載ってるんですよ、ほら。私はね、今でもこの109の店員さんになりたいんで、夢を掲げてるんです、ここに。私はいつだってまだまだ夢を諦めないよ、ということでですね、みんなも夢を諦めないでね、ということで、こちらでパソコンでこうやって編集もしたりとかですね、しておるんでございます。そしてですね、皆様注目なのがですね、こちらの靴ですね。こちらは何だと思いますか、皆様。まだね、この密封されてラップに包まれているんですけども、こちらはですね、浜崎あゆみ先生のパチンコ台です。イエーイ。2019年バージョンの第2弾のやつですね。こちらを買ったんですね。もうすごいさ、しかもこれ水玉にヒョウ柄なの。可愛くない、ほら見て、デザインも最高なの。あゆみ浜崎ライブインカシーノカジノ。いらっしゃい。これはね、いくらだったっけ。ゆきちが8人ぐらいだったと思います、こちらは。すごいな。すごいでしょ。だからそれぐらい私、浜崎あゆみ先生が大好きなんです。だからインテリアにですね、こちらはね、買ったんですけども、まだね、ちょっと大事に大事に、まだもうちょっとね、このね、渋ってんの。じいちゃんってやるね、じいちゃん。そう、うちのね、じいちゃんはほんと毎日パチンコ屋さんに行って、パチンコ屋さんに行くことをイコール仕事っていう勘違いされてるんで、うちのおじいちゃんが。だからちょっとおじいちゃんとね、一緒にぜひ東京に来た際は、浜崎あゆみ先生の代ですけども、ちょっと一緒に打ちたいと思います、ということでですね。で、これキティちゃんのね、こちらはアマゾンで買いました。すごいでしょ。ちょっともうすごいね。すごいので、最後に見てですね、皆様、もう一個ね、グッチで買った壁紙があるんですよね。そちらちょっと最後にご紹介してなかったので紹介したいんですけども、こちらでございます。最後なんだと思いますか。ここは最後はトイレじゃない。そうですね、最後はトイレですね、ということで、いきますよ、ご覧ください。見て、疲れる。疲れませんよ、皆様。もう出ない。出ますよ。それのミックスされたですね、もういろんな目が何個あるんですかっていう、このトイレ中に、こう、ほらください、こうやってほら、全部ですね、とりあえず全体的にですね、こういう風になっておるんでございます。かわいい、かわいい、超かわいい、ということで、私が一番ここではね、出ます。これ黒ひょうじゃなかった。違うよ。すいません、黒ひょうがいる人だった。なんで。すいません、違う、私は私にして説明。こちらはですね、はい、グッチ先生の壁紙ということでですね、このグッチのこちらの壁紙と、リビング一面のそのフラワーの壁紙ですね。その模型っていくらだと思いますか。壁紙、グッチの壁紙、2つね、トイレとリビングのお花のやつ、合計高く見積もって50万。そんなにしない。ゆきちさんが1クラス分ぐらいですね。30万円ぐらい。そうです。
お客さん来たらみんな驚くでしょ。そうですね、先日ですね、田中みな実さんが一回ちょっと来店されたんですけども、うちに全然緊張して用を足せなかったと言っておりました。はい、ということでですね、皆様今日はいかがでしたか、私の。いやすごい、でもここまで行くともう気持ちいいでしょ。いやもうなんかもう半端なことしてなくてもういいわでしょ。私は中途半端なことしてないでしょ。いやもうすごい振り切ってるよね。振り切ってるけど、でもこれ無理してないの。無理してこういう風な感じじゃなくて、これはナチュラルですよ。あー、だからすごい見てる人はちょっとだけ心配すると思う。なんか情緒が不安定な。不安定じゃないです。心配するもん。不安定じゃないです。通常なの。これが一番いいの。唯一シンプルなところはこのキッチンです。グリーンだけで。確かにここが一番落ち着く気がするもん。でしょ。人間前にしてくるわ。だからでもやっぱりキッチンはちょっと落ち着こうっていうことで、こちらのキッチン、ちょっと白があるだけでもなんかちょっとシール足りないね、これ。ちょっとシールこれすごい足りないですね。顔が離れないってね。これちゃんとプリクラとか貼ってすごいギャルっぽくないですかということでですね、ギャルだから私。はい、でもすごいテーマパークだね。そうだから私はね、本当にね、舞浜のディズニーランドを毎日行きたいっていうぐらいのレベルの人間なんで、ディズニーランドが再現できたっていう感じだよね。しかもユニバーサルスタジオジャパンも好きじゃん私。だからユニバーサルとディズニーがすごいごっちゃになってバトルし合ってるっていう感じの私のこの部屋の中で。だから本当にね、事務所だからさ、来客する方だったりお仕事で来る方が多いから、やっぱりそのお仕事で来る方がいかに楽しんで帰っていただけるかっていう、やっぱりテーマパークですよね。テーマパークの総責任者っていう感じでございます今日は。そういうルームツアーでございました。だってさ、もしお客さんで来たらさ、楽しいでしょこのお家。めっちゃ楽しいだよね。子供もさ、すごくさ、わー楽しいってなるでしょ。用も足せる。用も足せるよね。だから南さん、用も足せますということでですね、皆様今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。ルームツアーいかがでしたか。すごく私は気に入っていてですね、やっと落ち着ける空間がなんかこうできて、お客様がぜひ安心してこちらでね、打ち合わせとかしていっていただけるようにですね、私はこのスペースを確保しております。ですね、はい、今日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、ということでですね、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。中リーサのセレブルルームツアーでした。さよなら。最後感じゃったよ。はいはい、こっちまでしちゃったよ。はい、すいません。